それでは皆さん、ちょっとね、まあ、体今ちょうど温まってますし、この流れでね、プライドボディーバーの使い方ユーザーマニュアルをですね、後半ぜひお付き合いください。はい、このユーザーマニュアルきっといろんな方が今後見ていくことになると思います。はい、それをライブで撮ります。はい、ではまた向こう戻りますね。はい、あ、松本さんありがとうございます。鈴木さんのタオルすごい 肌触りがいいです。ありがとうございます。はい。ね、タオルもね、肌触りがいいタオルどっちでしょうか。ホワイトタオルかな。今日はねブラックタオル僕使ってますけどね、プライドボディバーが印刷されてるねブラックタオルの方です。はい、それでは、だいぶですね僕も研究を進めまして、皆さんにねきっと喜んでいただける内容になってると思いますので、皆さんバーの準備はよろしいでしょうか。はい、ここからはですねプライドボディバーの、使い方、またはプライドボディバーでなくてもですね代用品として木の棒であったりね違うバーを、ご購入いただいている方もぜひ参考にしてみてください。ユーザーマニュアルという形で、まあ、今後はご購入いただいた方、手に取っていただいた方はこの、説明をまず見てですね、あ、こういう使い方あるんだ、この動き気持ちいいなというものだけピックアップして、全部ね綺麗にやる必要はないので、かなり種目これご紹介していきますんでね、ちょっと一緒にやってみましょう。はい、でまず一番最初にですねチェックとして、皆さん今の状態、バーとかを全然使う前の状態ですね、はい、手元にバーが届きました。その時に一番最初チェックしておきたいのが肩甲骨の可動域、動きですね。これがまだ最初は何もやってないので動きが硬かったりすると、バーをね、オーバーグリップで上から持っていただいた時に頭の上からですね肘を曲げて後ろに通すということができない方もいらっしゃるんじゃないのかなと思います。これは今日すぐにできるようになるというものでもなくてですね、今後やっていきながら肩甲骨の動きっていうのが正常になってくるとできるようになると思うんで、最初自分の肩甲骨の動きはどんなものなのか確かめてみてください。硬い方はおそらくここから片方ずつしか行かないと思います。片方ずつなら行くけど両方きれいには後ろ抜けないという方が多いんじゃないかなと思うんですね。はい、で持つ位置をなるべくピークの方ギリギリ持てば、まあ、比較的行きやすくなるんじゃないかなと思うので、それもねご自身の中で最初チェックしておいてください。最初は一番端だったけどちょっと内側の方持ってもなんか抜けるようになってきたぞとかね、これ肩甲骨がギュッとこう動くようになってきた証なんでね、自分の今の肩甲骨の状態っていうのがどんなもんなのか、はい、ご自身の中でチェックしておいてください。はい、これは今後やっていく中でできるようになっていったなっていう成長にもつながりますんでね。はい、でもう一つのチェック、これは今すぐに即チェックできますんで、皆さんまず座ってみてください。はい、できれば皆さん正座、膝痛くない方は、まあ、正座のような形で座ってみてください。はい、そこでですねちょっと2つほど深呼吸を入れていただきたいんですね。1回いきます。はい、鼻から吸って、はい、吐きます。肺がどれだけ膨らむか、これチェックしてください。もう一回吸って、はい、息を吸って吐いて、この肺がどれだけ膨らむか、この感覚覚えておいてくださいね。ちょっと分かんない方もう一回やって、はい、空気の入り方です。はい、これから胸郭のストレッチやります。胸郭というのは、まあ、肋骨であり胸椎ですね。ここにボックスがあります、人は。はい、この胸郭と言われるこのボックスが僕たちの日常生活が潰れやすいです。このボックスが潰れるとどういうことか、中には内臓いっぱい入ってます。特に肺が入ってますね。肺が潰れてるということです。呼吸が入らないんです。胸郭を広げる、まあ、正常な状態に戻すことによって呼吸の入り方がこんなに変わりますよ。日頃からこんなに浅い呼吸してたんですよっていうのをちょっとチェックしていきたいんですね。今深呼吸入れました。はい、では行きます。皆さん、右手で持ってみてください。今日ね僕こっちで持っても自分の手を言いますね。右手で持ってください。はい、後ろを通します。はい、反対側出てきましたね。はい、足にかけてみてください。肩が痛い方はちょっと無理しないでくださいね。肩痛い方はやらなくて大丈夫です。無理しないでください。はい、この状態取れました。
はい、これだけでこの脇が伸びるのが分かりますね。はい、で余裕がある方は上の手指先ちょっと下の方にクッ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 と下の方に下ろしていって、バーは床ついてても大丈夫です。はい、伸ばしたいのは、はい、まず腹斜筋、腹筋の横、そして肋骨の間にある肋間筋とか肋間神経、この部分ですね、ぐーっと伸ばします。はい、伸び感じられますか？まあ、このね、上腕三頭筋のね、二の腕の方からぐーっと伸ばしてください。でそうするとここの肋骨の中に入ってます肺がフリーな状態になります。今右手で、僕今右手が上にありますんで、右の肺が膨らみやすくなってます。右の肺に空気を入れ込むようなイメージで5回だけ呼吸しましょう。息を吸ってでぐーっと吸うと膨らむんで、よりストレッチかかりますよね。で吐いて、はい、もう一度吸って、はい、吸うとより伸びを感じます。サイドにね、はい、吐いて、はい、吸って、はい、吐いて、はい、吸って、はい、吐いて、もう一つ吸って、はい、吐いて、はい、戻しましょう。はい、反対側行きます。はい、左手で持ってください。後ろ通して足かけます。 OK、 はい、バーは床ついてて大丈夫です。はい、今度ここ、こっち伸ばしますね。反対です。はい、指先ちょっと下の方に持っていける方は持っていってもいいです。でバーの方に少し上半身をちょっとこう持たれるような感じでね、はい、サイドが伸びていきます。腹筋、腹斜筋、そしてその上の肋間筋、肋間神経、はい、ぐーっと伸ばされているところで、今度左のね、この肺が膨らみやすくなります。左の肺に5回空気吸い込んで息を吸って、はい、吐きましょう。はい、もう一回息吸って、肩痛い方はね、無理しないでくださいね。やれる範囲でいいです。肩痛い方はあんまり手下にしすぎるとやりにくいので、ちょっと上の方とかの方がいいと思いますね。上の方を持って、はい、吸って、はい、吐きます。はい、もう一度吸って、はい、左の肺に、はい、ぐーっと吸い込む、伸びてる方ですね。はい、吐く。はい、最後、はい、吸って、はい、吐く。はい、 OK、 一度置きましょう。はい、息吸ってみて、はい、すごく入りやすくなります。はい、潰れている原因になっている腹斜筋、そして、肋間筋、胸郭が潰れますと肺が潰れる、それをぐーっと今伸ばしましたんで肺が膨らみやすくなります。深呼吸を入れると肺が目いっぱい膨らむんで呼吸が入りやすくなるのが分かったと思います。はい、それぐらい呼吸って深く大きく入れることができるんですね。日頃の姿勢が崩れると肺は潰れますんで呼吸が浅くなります。そういうところからのメンタルの不調っていうのもありますからね。呼吸が浅い、その呼吸を整えることができます。はい、これだけでも一発で、はい、効果感じられると思うので、バーがまだお手元に届いてない方はまずはこれやってみてください。呼吸が一気に変わる、これが分かります。はい、では座った状態からのストレッチ、ちょっと一個ずつね説明していきます、流れで。はい、では皆さん、まあ、どっちの手からでもいいんですけれども、じゃあ僕は全部この自分の右手の方でいきますからね。皆さんから見てこの左手になってしまいますけど、僕これ右手と言います。はい、セットしたら、広背筋のストレッチから入ります。今正座ですけど、ちょっと女性にはバーが長いと思うので、膝立ちか、またはつま先立ちのようなね、こんな感じでセットしてみてください。はい、でセンター、またはちょっとね、バーが長いなという方は持っている方の足の方にちょっとずらしてあげるとやりやすいです。はい、そして体格の方に手を伸ばしていきます。ぐーっと、どちらかというとそのまま伸ばすというよりもですね、手の甲がこの左の方を向くようにですね、手の甲が左の方を向くように、体格の方にぐーっと伸ばすと、はい、広背筋が目いっぱい伸びてきます。はい、角度を変えられますので、体格から少し角度つけて、はい、ちょっとずつ角度をずらしながらですね、背中のストレッチ、広背筋と言われるね、大きい背中の筋肉のストレッチを入れられます。はい、そのままピークまで来ると、腕が胸にくっつくところまで来ると、今度ですね、その状態から
体をね前に覆いかぶさるように入れていくと肩のストレッチを入れることもできますね。はい、はい、OK。 はい、そして今度はですね動きを付け加えながらですね動きを付け加えながら今の背筋ぐーっと対角に持っていく動きと、はい、バーを支点ね、回しながら肩甲骨を寄せていく、胸を開く動きの中でストレッチ入れていきます。バーが長すぎるという方はだんだん外にしていってください。やりやすくなります。外にしていくと動きやすいです。はい、回していく、肩甲骨寄せて、この時は胸開きますね。背中のストレッチ、肩甲骨を寄せるのと肩甲骨を開くのと、はい、これもどん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 肩周り肩甲骨周りのストレッチこれ入ってますからね徐々に緩めてます。はい、もう一周はい、 OK です。で反対側いきましょう。反対の手、まず対角にぐーっと伸ばします。手の甲の部分が、まあ、外側向くようにですね。はい、広背筋のストレッチ。はい、少し角度つけてもう少し深くいきます。最後目いっぱい角度をつけて腕が体にくっついた状態までいくと肩のストレッチを加えることができます。下ゴムグリップになってますけど、まあ、マットとの相性がいいと思うんでね滑らないと思うんですが、床でやってる方はねゴムグリップでも滑ってしまうと思うんで、そのあたりはね気をつけてください。はい、 OK。 はい、ではこのままですね腸腰筋のストレッチに行きます。今座ってますね。はい、では左足を前に出しましょう。はい、右足が後ろ。はい、先ほどのストレッチでもやりましたけれども、このまま重心深くお尻をね下げていきます。この時バー後ろに引いている方のこの右足の前です。前の足よりもだいぶ前ですね。前についてください。はい、お尻ぐーっと落とします。この時同じく、はい、体格の方に手の甲が、今右手で持ってますが手の甲が左側に向くように、はい、遠くに伸ばしていきます。はい、つく位置は調整していただいていいですからね。はい、そうするとこのラインで腸腰筋と言われる上半身と下半身つないでる筋肉ですね、腸腰筋群を伸ばすことができます。はい、ぐーっとストレッチ。はい、戻ってきて、はい、そしたらこのまま右手ですね、また後ろです。前の足に裏からかけます。はい、お尻下ろしますよ。はい、ぐーっと下ろして、はい、肩が後ろにね目いっぱいぐーっと入りますんで、同じくこのラインで腸腰筋のストレッチに入ります。あとは腹斜筋も当然伸びます。この姿勢はね腕が思いっきり後ろに入ります。はい、この腹斜筋からこの肋間筋全部胸開いていくように、そして重心を深く落としていく。はい、 OK、 戻します。はい、左右入れ替えましょう。はい、反対足です。右足前、はい、重心まず深く、左手でバー持ってます。左足が今後ろですね。はい、じゃあその前にバーをついて、お尻をまず落とす。はい、そして手を体格の方に、はい、ぐーっと伸ばしていきます。お尻の、重心をね深く下げると足の付け根腸腰筋伸ばしやすくなります。はい、手前からねこう誰かに引っ張ってもらっているような感じになりますよね、バー使うことで。はい、 OK、 戻りましょう。はい、そしたら左手でそのまま後ろです。後ろ、後ろから前の足にかけます。かかりました。はい、お尻ぐーっと下げて、はい、下げたらバーのある方にストレッチかけていきますからね。バーのある方に上半身をたわませていきます。ぐーっと、はい、そうすると腹斜筋伸びます。
はい、肋骨が開いていきます。はい、そしてお尻の重心は前に落とす。そこで呼吸ですね、ぐーっと伸びているところで、まあ、呼吸3つ4つ入れていただければと思います。はい、 OK、 戻します。はい、では一度体を起こしましょう。はい、それでは続いていきます。まだね、肩回り続きます。もうこれでもだいぶ緩んでますけどね。上から持った状態です。左右に振りましょう。はい、今度はですね、この今横になっているバー、左右、あのサイドに行った時に縦になるように左右に振ってください。この後回していくんでね、その準備運動です。横から縦にバーが入るように、横から縦に入るようにですね、左右に振ってみてください。はい、ではこの延長線上でこっちの右手ですね、右手上から後ろを通します。全部右手上の右回しでちょっといきますね。はい、右手上、右手上、こっち今左手伸びてます。はい、右手上、はい、右の肘曲げて後ろで一回全部伸びます。で、左から返ってきます。はい、もう一周だけいきましょう。はい、ではこの動きの中でですね、反対のその左手離しちゃってください。動きは一緒なんですけど手が離れてます。はい、体の周りを肩甲骨からバー回します。肩甲骨から腕のね、この指先だけで回さないようにですね、腕の付け根から肩甲骨から回します。さっきの回旋運動を意識して、はい、最後もう一周、最後は後ろで、はい、止めます。はい、後ろで止めたら今右手でね、後ろで持ってます。センター、足の幅肩幅程度です。深くしゃがんで、はい、こっちにかけます。反対側ですね、右手で持ってて左足の内側にかけます。はい、グリップがここで噛みますね。はい、重心ちょっと深く落としてバーのある方に上半身を少し倒します。はい、同じく腹斜筋からこの、肋間筋伸ばしていきます。座ってた方がやりやすいと思うので、この姿勢立った状態できない方は座ったね、先ほどの一番最初の姿勢で行っていただいても大丈夫です。正座の状態でもできますからね、これね。はい、綺麗にね、この腹斜筋簡単に伸ばすことができます。はい、 OK、 戻りましょう。はい、ではもう一度両手で上から持って、今度反対回しです。はい、左手上ですね、回旋の運動から、はい、この左右に振ってるこの流れからですね、大きくいきましょう。大きく左手上、左手を上、回旋の運動はね、下まで行く必要ないですからね。この、胸のこの胸椎の柔らかさを出したいだけなので、あまり深く行く必要はないです。はい、もう一周。はい、では右手を離して左手一本で、動きとしては一緒です。肩甲骨から回旋の運動の中で片手だけでいきます。大きく、ちょっと周りにね、当たらないようにだけ気をつけてください。はい、もう一周。はい、後ろで止めます。はい、ではセンター、重心落として、はい、腹斜筋のストレッチ入れます。バーの方に重心かけますよ。はい、横が目いっぱい伸びてきます。はい、そこで呼吸、はい、 OK、 戻りましょう。はい、今のこの姿勢ちょっときつい方は、一番最初のね、この座った状態でのこっちの方が気持ちやりやすいと思うので、どちらでもね大丈夫です。やりやすい方でやってください。動きとしては伸ばせるところはかなり似てますんでね。はい、ここまで今肩周り目いっぱい動かしてくると、
後ろにバーを持っていた時にも肩の痛みっていうのが比較的ないんじゃないかなと思います。はい、今今度後ろにバーを持ってきました。はい、今度胸のストレッチいきます。この状態だけで目いっぱい胸張れてます。はい、左右に振りましょう。この時ですね、肘があんまりこう下がりすぎてしまわない方がいいです。肘が下向くんではなくてね、バーに対して垂直になるべく肘が来ると胸が張りやすくなりますね。はい、あまり肘が下がらないこと。はい、で左右に振ってあげます。デスクワークで背中丸まっている方はですね、このストレッチやるだけで気持ちいいですよね。背中もいい具合に刺激されて、そして胸の筋肉、縮まっている胸の筋肉もストレッチができます。はい、そしたらこれバーをですね、8の字のように、これもですね、胸椎のちょっと柔らかさ、動きを出していく動きになりますね。こうバーとしてはこういう動きですね。水泳のクロールのような、はい、大きく動かしてみてください。少しなスムーズにね、連動性を持って。はい、 OK。 ではですね、できる方だけでいいです。できる方だけ、足幅腰幅でこの動きの流れの中でですね、はい、左のバーを左足のここにセットができますか。はい、これ脊柱の柔らかさがある程度ないとちょっと難しいと思うので、行かない方は無理しなくていいです。はい、徐々にやれるようになりますんでね。はい、かかる方はセット。はい、そして肘をまた同じく下げるんではなくて、バーと同じラインで開いてあげると胸がすごく綺麗に伸びます。はい、そこで呼吸ですね。はい、 OK。 はい、一回抜いて戻ります。ではもう一度、はい、8の字に。はい、その流れの中で反対側ですね。はい、右のバー、右足の内側にかけます。はい、左手、肘が落ちないようにちょっと肘胸張って。はい、そうすると胸のストレッチが効きます。はい、 OK、 戻ります。はい、皆さんそれぞれ気持ちいいストレッチ、あ、これは気持ちいい、これはできない、あると思いますので、できる動き、気持ちいい動きだけをピックアップしてですね、その動きを楽しんでいただけたらと思います。最初はね、全部きれいにできる必要はないです。はい、では、このバーはですね、肩甲骨周りの動きっていうのを、出していくために、僕は取り入れていきたいと思ってたんですけど、下半身のストレッチにもかなり有効にね、使う動きがいっぱいありますんで、それをね、これからご紹介していきます。はい、上半身周り今かなり動かしましたんで、だいぶほぐれてると思います。はい、胸郭もね、自然な状態に戻ってくるストレッチいっぱい入れましたんで、呼吸も入りやすくなっていると思いますね。はい、では下半身のストレッチです。足幅少し開いていただいてですね、では右手で持ちましょう。はい、後ろ通して、この反対足のですね、はい、左足ですねのかかとのちょっと前ぐらい、はい、後ろどうなってるのかというとこんな感じです。右手後ろ、はい、こんな感じ。はい、かかとのちょっと前にバーを置きましたね。はい、そしたらこのバーの方向に手でスーッと降りていってください。そうすると手でブレーキをかけながら、綺麗にももの後ろが伸びると思います。胸は足の方、またはバーの方に胸向けてください。この状態のままでもストレッチはかけられるんですけど、全部が乗るのと腕のサポートが効くのだと全然綺麗に伸ばせる度合いが違います。これ分かりますよね、やっていただければね。手の方に負荷乗せられるので、気持ちいい分だけももの後ろに刺激、伸びを入れることができます。はい、余裕があれば少し下に行く。はい、で今胸が足とバーの方に向いてますね、ももの後ろです。これ胸を開いてください。バー後ろで持ってると思いますが、その後ろの方をちょっと意識して、肩を後ろにグッと持っていきます。そうするとももの内側の伸びに刺激が変わります。
肩を後ろに引いて、はい、バー後ろで持ってますからね、はい、肩引きやすいですよね、はい、この状態で肩をぐっと引いて、でそれで下がっていくと、ももの後ろから内ももの内転筋の方に刺激が入りやすくなります。動きとしても、足とですね、バーと足、バー、そして後ろの足で3点で体を支えることになるので、非常にそのストレッチの時にも安定感があると思います。グラグラしませんよね。はい、 OK、 戻りましょう。ももの後ろとももの内側のストレッチ、反対側もやっておきましょう。はい、左手で持ってます。はい、後ろ通して右足のかかとの、かかとのちょっと前ですね、はい、バーの方に、はい、体重をかけていきます。はい、ちょっときついなと思ったら、手で少し手のグリップをぐっと強くすれば、足にかかる負荷をね、ちょっとコントロールできますんでね。はい、後ろはこんな感じです。はい、胸が足とバーの方に向いていると、ももの後ろ、はい、それを肩をぐーっと後ろに引いて胸開いていくとですね、はい、ももの内側に刺激が変わってきます。はい、その姿勢で胸開いた状態でいける範囲で少し下にスライドしていきます。いける範囲でいいです。はい、一番気持ちいいところで。はい、 OK、 戻りましょう。はい、では今度はなかなかね、自分だけだとバー使わずには伸ばせない座骨神経伸ばしていきます。座骨神経、はい、足の幅、腰幅です。ちょっと前にバーを置いてください。少し前です。はい、で胸張った状態でちょっとね、ゴリラのような感じでね、お尻後ろにこう突き出して背筋伸ばしたまま倒します。そうすると意外と倒れません。普段倒してる時って背中の柔軟性で倒しちゃってるんですね。背中を完全に伸ばしきった状態で倒してみてください。はい、そうするとビーンとももの後ろ伸びてきます。座骨神経、もちろん筋肉も当然伸びてます。これはね、しっかり胸が張れてるかがポイントです。はい、その状態からですね、皆さん左右交互に、左右交互に膝を曲げて、片方をね、目いっぱい伸ばしていく。左右交互にペダルを踏むように行ってみてください。はい、これも座骨神経伸びます。皆さんのペースでいいですよ。はい、猫背になってませんか。しっかり胸を張った状態で、はい、左右交互に。はい、OK、 はい、では一度体を起こしますね。はい、ではもう一つ、皆さん右足一個前に出して、その右足左の方に、ね、しっかりクロスします。クロス、はい、クロスしました。バーは前のこの右足のクロスしているところ、まあ、ま、横ぐらい、ちょっと前とかでもいいですね。真横か横ぐらい、はい、このバーの方に体重をかけていきます。はい、ぐーっと乗せていきます。はい、この右足、前の足のラインですね。はい、普段多分伸ばしたことないようなですね、この神経の伸びというかね、綺麗に入ると思います。まあ、これも手でしっかりコントロールしてくださいね。これも猫背になっているよりもしっかり胸張った状態でね、なので少し体を倒せば十分伸ばせます。はい、 OK、 はい、これもね、非常に気持ちいいんで、ちょっとね、時間かけてやってみてくださいね。反対側も行きましょう。はい、左足が前でクロスです。前に出した足をクロス。はい、その前に出している足の真横か、ちょっと前あたりにね、バーを置いて。はい、そっちの方向に体をね、倒していきます。そして背筋は伸ばす。はい、そうすると、この神経ラインがきれいに伸びます。はい、軽い伸びを感じながら呼吸ですね。はい、OK、 戻りましょう。
はい、足振りましょう。はい、ではすみません、もう2種目ご紹介させてください。ふくらはぎです。はい、右手でバー持ってください。右足後ろです。はい、でこの時にやり方なんですが、バーの上にね手置いていただいて、骨盤にね当てます。バーが直接当たるとやっぱ痛いので、手を1個挟んでですね骨盤に当てます。はい、でその状態でふくらはぎのストレッチを入れていきます。はい、バーの位置はちょっと前の外側ですね。そして骨盤に当たるところ、前からの圧力がしっかりかけられるんで、壁を使ってね、壁をグッと押しながらふくらはぎのストレッチを入れているのと同じストレッチができます。はい、これでふくらはぎのストレッチですね。ただ持っているだけでも伸ばせないことはないんですけど、より伸ばすためにはちょっと骨盤の方にね手でこう突っ張りを作ってください。伸ばしやすくなります。はい、 OK。 ではそのままですね、戻りましたら今右手で持ってますね。はい、はい、右手で持ってます。左手で右足後ろキャッチします。対角の手で足をキャッチする感じですね。今右手で持ってます。右足のももの前のストレッチをこれで入れます。はい、お尻後ろ引いてるとももの前伸びないので、お尻前にクッと出して、かかとをお尻にぎゅーっと近づけます。はい、非常に安定感がある状態でももの前のストレッチできますよね。はい、バーはちょっとね外側にこうハの字に支えた方がね安定感あると思います。はい、 OK、 下ろしましょう。はい、ではラスト反対のふくらはぎいきましょう。左手で持って左足が後ろ、はい、骨盤にね当てます。はい、ふくらはぎのストレッチ。はい、 OK、 では戻りますね。戻ったら、はい、今度は左足曲げてきて対角の右手でキャッチです。はい、バランス取るためにちょっと対角の方にねバーを置いてください。はい、お尻前にグッと出して、かかとをお尻に近づけます。はい、この時もバーに持ってる手体にくっつけると非常に安定感あります。はい、 OK、 下ろしましょう。はい、まだいくつかあるんですけれども、ざっとこんな感じで上半身から、下半身までいろんな動きで使えます。で、バーを使ったストレッチだけをね今後やっていくわけではありませんので、バーを使わないストレッチと今のようなねバーを使うことによってできるストレッチを織り交ぜながらのストレッチというのを今後ご紹介していきたいと思います。ちょっと動きがわからないこととかは、皆さんとねご質問聞いたりとか、あとはおいおいやっていく中で何回も何回も今後出てくると思いますんでね、徐々に上手になっていくんじゃないかなと思うんで、まずは、はい、このような形で、一度ねユーザーマニュアル使い方、一度バーを手にした時にこんな動きからストレッチから行ってみてくださいというご紹介でした。はい、では一度戻ります。はい、皆さんお疲れ様でした。ちょっと時間が過ぎてしまいましたが、皆さん帰ってきましたでしょうか。はい、ワイエーさん、バー届きました。静岡、はい、ありがとうございます。奥様バージョンでということで、はい、アタロナさん、ありがとうございます。メインより汗慣れない動きだと思うんだね。バー使うことにも慣れてきますと、どんどんね簡単になってくると思うんでね、普段なかなか使わない筋肉、使わない動きをいっぱい入れたと思うので、ちょっとね汗が出てきたんじゃないかなと思います。はい、いろんなこと今ねいろんな種目をねお伝えしました。はい、どうでしょう皆さん、こんなにいろんなことできるっていうね、これだってまだ僕トレーニングにも使えるんじゃないかなと思ってるんですよストレッチだけでこんなにやれるっていうぐらい
可能性が半端じゃないんで、あとは皆さんが使いこなせるかどうか、それをね僕が一緒にね皆さんと一緒に誘導していけるかどうか、ちょっと僕の説明がまだ下手でごめんね僕も自分でね やりながらこうレクチャーを誰かにするというよりも自分でやりながら気持ちいいっていうストレッチを皆さんにもご紹介しただけなんで、なんかね説明があんま上手じゃなくてごめんなさい。これから僕もね説明どんどん上手になるように使っていく中で、きっと皆さんへのご説明もね、鈴木さんちょっと分かりにくいな、これどうなってんのとかっていう動きもあったと思うんですけど、また上手になってから第2弾のユーザーマニュアルをまた取ってもいいんじゃないかなっていうね、そういう回があってもいいんじゃないかな思いますんでね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。アドラゴンリュウさんありがとうございます。最高に体伸びましたね、いろんな方向に体伸ばせたでしょう。で、肩が痛い方はちょっとね肩がぐっと後ろに入るの動作もあるんで、あんまり無理はしていただきたくないのでね、痛くない動作からやっていただいて、で体が整ってくれば肩も後ろ入るようになりますから、それが普通ですから、入らないのがおかしいという状態でちょっとずつやっていけばいいだけなんで、痛いのに無理に動かさないでくださいね。はい、TA さんありがとうございます。すごく息がしやすくなりました、びっくりでしょう。胸郭がぐっとね広がるだけで肺が膨らめますよっていう状態に持っていけます。はい、それだけで大きく呼吸がしやすくなりますんで、はい、息がたくさん入る、まあ、全ては呼吸からですからね。姿勢がこう崩れてるのがぐっと、はい、持っていくことができます。まずはね一番最初にそれを試していただきたいですね、バー届いたら。はい、ママさんありがとうございます。すごいすごい特に前半の肩甲骨周りのストレッチ感動です、めっちゃ伸びますねって、ありがとうございます、ね、感動級に伸びるでしょ、最高なんですよ。なかなか自分だけじゃあそこまでね、本当太鼓式、一人太鼓式マッサージですよ。誰かにグーって引っ張ってもらわないとあそこまではいかないのでね。はい、皆さん自分のペースで自分のレベルに合わせてやっていってください。はい、ここまで行ったからすごいとかどうこうとか全然ないんでね、自分のペースで。はい、天木さんありがとうございます。すごいバー 最高に気持ちいい、おー、いい、ありが嬉しいですね、ありがとうございます。はい、はい、恵子さん体がほぐれて呼吸も深くなった気がします。そう、呼吸が深くなります、それは胸郭が整うってことですね。はい、はい、可能性が無限大、タロマさんありがとうございます土屋さん、はい、使い道がありすぎてすでに体がぐったりってね、本当にもうストレッチなんですけど、ほぼトレーニングみたいな感じでしょね。いろんな方向に体を動かして、ああでもないこうでもないやって、ちょっと汗まで出るっていうね、はい、ストレッチとも言えるしトレーニングとも言えると思うんでね、はい、本当に可能性があるんじゃないかなと思います。はい、主人の使っている市内を緊急に代用しました、はい、意外と問題なく使えました。あ、なるほど、はいはいはい、ぜひいろんなものを使ってください。市内とかも確かに強いからね、何の問題もないと思いますね。はい、届き次第、バーでやります。最後の足のね、ももの後ろのストレッチとかありましたよね、バーを後ろに回して床について、そのバーにこう負荷をかけながら体を倒していく動作、あの動作に関しては皆さんにもご紹介したエレコムさんとかの伸ばせる系のバーだと20キロから25キロぐらいまでしか耐荷重がないみたいなんですね、突っ張り棒みたいなもんなので。なのでこのバー自体に体重をかけていくと、伸ばしてる場合バーがシュッと縮んでしまうみたいな危険性もちょっとあるんで、まあ、ちょっとねその突っ張り系でちょっと伸ばせるバー使ってる方は、ああいうそのバー自体に体重が目いっぱいかかる動作は気をつけてください。急にねドンと下に落っこってしまうという可能性もあるので、木の棒であったり、まあ、こういうあれだったらね縮むってことはないんで安心なんですけどね。はい、あ、YA さんありがとうございます。体ほぐれました。はい、ぜひいろんなね種目伝えましたんで、これが気持ちよかったっていうものをだけね全部やる必要はないので、いくつかやるだけで5分10分のトレーニングをきっと使えると思うんでね、皆さんの日頃のストレッチの中にこれはバーを使おうっていうものを取り入れていってみてください。はい、今まで感じたことない肩甲骨が伸びる開く感じがしてびっくり。はい、想像以上の効果です、これは期待が大きいはい、ありがとうございました。皆さん感動の声をいただけて嬉しいです、はい、
皆さんついてこれてるかなと思いながらね、ちょっと僕もご説明がまだ初回で上手じゃなかったんで申し訳なかったんですけど、今後はですね、皆さんにバーが行き届きましたら、何も使わないで誰でも入ってきていただけるストレッチの時と、まあ、バーも活用しながらの、ストレッチっていうのをね、まあ、交互にやっていこうかなと思ってます。で、今日のトレーニングの時もそうだったんですけど、バランスの種目の時にバーを活用することで、まあ、バランスが安定してターゲットの筋肉にしっかり負荷が入れやすくなるっていうメリットもあるんでね、トレーニングでもぜひお持ちの方はご活用ください。それで僕もね、まだまだ研究してますんで、まだまだこれ出てくるんじゃないの、とこれもっと気持ちいい動きいっぱい出てくるぞって思ってますんで、でアップデートしていって、いいね、動き、どんどん開発していきたいと思ってますんでね、皆さん一緒に、はい、共に発展させていきましょうということで、皆さんも今日の動きを試しながら、鈴木さんこれ良かった、これやってみてあったらぜひご連絡ください。よろしくお願いします、はい、はい、そうですね、ママさんね、説明の仕方もね、結構バーを使う説明すげえ難しかったです。僕もうまく説明できたかなっていうね、なんとなく皆さん分かりやすいところだけやっていただければと思いますね。足のね、位置とかバーをつく位置とかね、はい、そういうのがあると分かりやすいと、はい、ありがとうございます。僕もね、参考にさせていただきます。マキさん本当に無限大、まだまだ出てきそうね、まだまだ出てきそうでしょうね。ありがとうございました。今日のライブ参加できてよかったということで、ありがとうございます。はい、マサイさんね、バー届いたらアーカイブでやってみますということで、バーね、ない方超つまんなかったと思うんですよ今日ねただ指加えて見てるだけになっちゃったと思うんですけどね、届いたらぜひやってみてくださいね。はい、後ろ向きが分かりやすい、なるほど、そうか、僕も一緒に皆さんと同じ向きで持てばいいのか、常に後ろ向きとか、それか、左右入れ替える動きっていうのが多いんで、最初は正面でやって、左手に持ち替えた時には今度は裏向きでやるとかね、なんかちょっとこのバーストレッチのインストラクターとしてもスキルが必要だなと思ってます。はい、ありがとうございました。ではぜひ皆さん、またアーカイブ等もね、復習がてら見ていただきながら使ってみてください。ということで、またあさってよろしくお願いします。今日は月曜日、今週もね、皆さん頑張っていきましょう。月火水曜日の配信になりますね。よろしくお願いします。はい確かにね、土屋さん、そうですね、常に後ろ向きは寂しいですよね、はい、顔が見たいっていう気もすると思いますけどね。はい、ありがとうございました。では皆さん、バーストレッチ楽しんで、そして怪我なくね、やれる範囲でいいですから、特に肩周りに関しては結構ハードに動きが多いんで、無理はね、決してしないでください。ありがとうございました。All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away.